はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。パワプロサクセススペシャル、波動高校強化を、やっていきたいと思います。ちなみに波動高校強化やるの初めてなんで、どういう感じに仕上がるのかは全然未知数なんですけれども、まず主人公ですね、顔がしょぼくなってるんで見てみたところ、センス丸の虫歯ですね。で、練習にコツが来てないので、まあもうこれは速攻で病院に行っていいでしょう。で、イベントデッキに関してはこんな感じです。まあ、波動高校なんで、騎馬を2人とも連れてきました。で、彼女キャラが、騎馬妹、変化球は立川と、神楽坂くん、コントロールキャラが北斗で、精神が薫ちゃん、球速が騎馬と、いうような形になってて、金徳関係ですね。騎馬妹は、ドクター K で、ドクター K 骸骨は、神楽坂くんから脱三振をもらうと。で、立川に関しては怪物球威、まあ、不確定ではあるんですけれども重い球、自身で持ってるのと、騎馬も重い球を持ってるので、まあ、回収していければと。で、北斗は、ド根性で、ド根性に関しては、骸骨根性がカオルちゃん持ってますと。で、カオルちゃんは、復活で、骸骨はないのでそのまま直撮りをしていきましょう。で、騎馬なんですけれども、毎回ね、俺爆速ストレート切ってたんですけど、今回折り辺がいないので、爆速ストレートを取りに行きます。まあ、多分取れないと思うけど。で、神楽坂くんですね、脅威の切れ味は、切れコツ自分で持ってるので、まあ、今回はちょっと神楽坂くんの、ね、コツがどれだけ来るかっていうところが、ポイントになるかな。まあ、脱三振切れを取れるかどうかっていうところですね。で、打たれ強さに関しては立川も持ってるので、まあ、1回コツが来たところで掴んじゃっていいかな。で、リリースは直撮りして、カチューンも直撮りということをやれば、まあ、回収率は上がっていくと思います。では早速病院に行きましょう。いきなり通院、これがね1回で治るかっていうのがね、治らない。マジで肝だからね。まあ、1ターン2ターン無駄にしてでもこの筋力ポイントが入らないっていうのを見据えても、やっぱりセンス丸っていうのは強いからね。まあ、あんまり見たくないけどコツ見ようか。メンタルに来てんのか、キバいいね。本当だったらね、やりたかったんだけどね。いやー、最初に治らなかったのがちょっと痛いな。よし、ここから始まる。お前2週間何してたんだよって言われないのかね。虫歯でさ、だってさ、部活に来ないってどうなの。まあ、毎日部活に来てないかは分かんないけど、コマンドはね1回しかないから、1週間別に病院に通いっぱなしだったわけじゃないと思うんだけどね。自己紹介とかやってるからね。だって自己紹介だけ聞いてさ、じゃあ病院行ってくるわみたいな。あいつの虫歯そんなひでえのかって。でもそんなひどいよね。筋力ポイントが入らないってさ、相当の痛みだよね。まあ、それをさ2週間で治す医者もすごいよね。コツが来てますね。立川、立川重い球、打たれ強さあたりが来てくれたらよかったんだけど、ポイントでしたね。そう、あとね、騎馬はね、ちょっとヒートアップっていうの、あれになるのがね遅いんでね、6% か。ここで寝るのもどうかな。てか騎馬妹がいるな、ここにしよう。 3% だったらまあ大丈夫でしょう。もうダメな時はダメだけどね。 2% でねパキッとかなるとすげえショックだよね。早いね立川。立川のね成功率がね、もうちょっとなんとかなってくれればかなり使いやすいキャラなんだけど、ここは一番上だとねテンポとかね取れるんですよね。ポイント的には、そんなに取れないんですけど、どうしようかな。まあやっぱりポイントを取りに行くか。一番上でね回復とかあったりするとかなりいいイベントなんですけど、どうしようかな。カオルちゃん、神楽坂くんか。まあやろう、メンタルをちょっと一回。あ、ここでも体力下がるんだっけ。ちょいちょい下がるな。で、メンタルカオルちゃんがいる。勝ち運は掴みましょう。勝ち運、勝ち運、これはいけるよね。もう本当にね、最初の方だとなんかのポイントが足りねえみたいな感じで勝ち運とかリリースとかね使
掴めなかったりするんで。で緩急、まあ、緩急ももう掴んじゃいましょう。で神楽坂くんの金徳、金徳関係が進んでくるな。公園で練習してるんだね。なんか守くんみたいにさ、自分の球場とかじゃなくて、忘れずに緩急は掴んでおきましょう。だいたい忘れるからね、ほっとくと。まだいいかなみたいな。早っ。そして騎馬妹もいる、いいね。これで根性をくれれば、カオルちゃんはもうめちゃくちゃ働いてるっていう感じなんだけど、ありがとうございます、お疲れです。こういうのさ、騎馬とか見ててどう思うんだろうね。何あいつ妹と一緒に帰ってんだよみたいな。それとも騎馬妹はあれかな、兄の様子を伺いながら主人公誘ってんのかな。あそこはよくわかんないけど、よくわかんないけどさ、リア充だよな本当に。高校時代にさ、女の子と一緒に帰るとかないからね。2人一緒にいる。監視役がいるな、監視役がいるから誘ってこないかもな。あ、誘ってきた。これはなんでやる気が下がるんだっけ。どうしようかな。これもまあ両方進むんですけど、体力的なものを取るか、ポイント的なものを取るか。まあそこまで減ってるわけじゃないんで、ポイントを取りに行きますか。まあ、神楽坂くんのね、通常イベントとかでも体力は回復してくれるんで、神楽坂くんリリースをつかみましょう。リリースリリース、よし、 OK。 そしてスカウトさんもいるんで、ポイントか。もう神楽坂くんに関してはね、どんどんコツをもらいたいんですよね。お、告白も来ましたね。あと騎馬妹とね、兄貴はコンボもあるんで、めちゃくちゃ強いかって言われたら、まあそこまでの強さではないんですけど、まあ、コンボはねあるだけで全然いいんで。やっぱりね、こういう告白イベントで評価が上がるのは助かりますよね。せっちゃんとかさ、評価が上がらないからさ、遅いと、あのクリスマスは大丈夫なんですけど、正月がね1人になる可能性があるんですよね。立川コツをもらいましょう。監督もいるんで、監督はちょいちょい追わないとここはダメだっけ。まあ、こういうのでも監督評価とチームメイト評価が上がってくれるんで、最初の方にね、来てくれるのは助かりますね。で、尻上がりも忘れずに掴んで、で、メンタルにコツがあれば、まあ行きましたけれども、ここはデートをしましょう。いきなりからか、まあいいや。多分騎馬妹はねすぐ終わっちゃうんで、喫茶店があればね回復量が多いから喫茶店でよかったんですけど、まあ、これで火がつくんですけど、どうなるのかな。なんか全員いないとね、そんなに増えないみたいなんですよね。これ立川がオーバーヒートしてないじゃないですか。だからまあ普通の感じですよね、 2+14 って。まあでもね、タックプラスコツは美味しいんでやりましょう。こういう感じなのか、評価ダウンなし、月1回はね評価ダウンなしでいけるんで、まあ、それも有効活用していきましょう。まあ、あとはね、そのワンタックだったらダブルタックを狙うかっていうところなんですけど、まあ、今回ね、変化球キャラとかね2人しか入れてないんで、もうワンタックが来たらどんどんやっていく感じでいいと思うんですよね。まあ、4人とかね、入れてれば、まあ、ワンタックよりはツータックとかね、狙えたりするんで。北斗、あれさっき立川ってなんだっけ、コツくれたっけ、ポイントだったっけ。ポイントだった気がするんだけど、うん、そうだね。重い球がないんだよね、重い球がまだ。
で筋力が全然溜まってないな。よし、重い球。これは体力を回復しましょう。まあ、ポイントを狙いに行ってもいいんですけれども、評価ゲもまだ北斗とかがちょっと怪しいんで、でそうだね、騎馬か、まあ、これだったらちょっと騎馬かな。重い球を掴んでいきましょう。やっぱりセンスもあるってすごいね。3だけでめちゃくちゃ安くなる。これで伸び、あ、伸びはね2回欲しいですよね。やってみると、どんだけ頑張ってるかさ、これさ、こいつは勝手にさ自分でさ言い出して練習してるよね。練習メニューとかないのかな。監督とかさ、よし今日はなんとかの練習だとか言わないのかね。神高のイベントとかだとさ、俺の考えた練習にしようとか勝手にやってるからね。で爆速はダサいよなと。これで爆速がね取れればね、せっかくの千丸なんで。おメンタル 17%、 これはカオルちゃんでいきましょう。今カオルちゃんだけが光ってなかった、そういえば。いっぱいいたけど。でコンボですね。まあ諦めようってやるのが一番あれなんで、まあ目立つことをしようでいいでしょう。こんなところでさ、何投げ合いしてるんだよって、超客の邪魔だよね。つまみ出されるよ絶対。メンタルいいね、カオルちゃん働くね。まあ監督もいるし、ここはメンタルでいきますか。北斗も重なってたから、だいぶ技術ポイントも手に入ったな。で監督はもう意識しなくて大丈夫かね。どうよ、ダメだ。そうなんだよね、立川がこれなんだよね。もうしょうがないけど、あーこれそうだね、3人いるからプラス88と、そういうことね。まあこれが波動強化の強みですね。オーバーヒートが全員いると、ポイントがめちゃ増えるっていう。逆にさっきみたいに1人でもねオーバーヒートしてない人がいると、ポイントは少なめと。こいつなんて言ってんの、サンダーウルトラタイガーストライクって。弁当食べ損ねたってそんなに考えてたのか。 2%7%。 神楽坂くん、神楽坂くんはな、奪三振が欲しいからね、キレも。ここで一番下のこれなんていうの、一番漢字が読めないんだけど、あいつが光ってないんでちょっともらえるポイントは少なめと。 7%。 次はクリスマスなんでやりましょう、これは。よし、 OKOKOK。 で一応オーバーヒートする人数も増えてはいるみたいですけどね。そう、これもね、まあ本来だったらチームメイト評価を上げるっていうのはあるんですけれども、特に評価は下がらないんでね、号令をかけたとしても。まあこれで騎馬妹なんでポイントも稼げますね。いやー本当に優秀だよ騎馬妹は。で1人しかむしろいないっていう。ちょっと変化球ポイントが溜まってきたから割り振っていきますか。まあ折り辺がないんでね、覚える変化球はもう好きなものを覚えてっていいので、お疲れにしよう。よし、タイピンを掴んで、さあここで大吉、大吉、世界平和を願うんだ、大吉を出してくれ。頼むぞ中吉。まあいいでしょう。
おお、ここで誰もいないね。ここで誰もいないってことは号令をかけますか。いきなり号令か。変化球どうしようかな。あんまり覚えてないやつにしようか。スプリットでも覚えてみる。俺確かねスプリットね覚えてるね選手誰もいないんですよね。スプリットってでもあんまりねなんか上げても落ち具合が変わらないからな。パームとかね安いんですよね。パーム大嫌いだしな。パームにしよう。まあ4だね。パームとスライダー系をどうしようかな。高速スライダーにしようじゃん。44までいけるか。であとちょっとスタミナはじゃあ D くらいにしておいて、球速は球速骨があるんでちょっと置いておいて、コントロールもまあ D くらいにしておきますか。よしで号令をかけましょう。お、なんて言ってんの。でも最近調子が上がらなかったしたまにはこういうのも面白いかな。あれ意外と反発が少なかったな。オーケー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 。これで何にもないとねしょぼいからね。キバー、キバがそうオーバーヒートしてないんだよもう。お前はいつオーバーヒートするんだっけこいつ。これは病院へ行けってやると落とすんだっけ。あれなんかでコツが手に入ったよね。忘れちゃったけど。で爆速ストレート、何ローリングホワイトエキセントリックチェックメイト。これはどういう流れで覚えるんだ。あ、ここで特訓すんのね。あれとか快速ストレート、まあ、いいわ。快速ストレートってちょっと球質軽くないっすか。結構ねこうホームランに持ってける気がするんですよね。まあ、ここはデートしましょう。おーマジかマジか。これはちょっと焦るぞ。まだ1回も進んでないよね。あ、ここで牙に火がつくのね。ようやくか。で2人いる。これは監督は関係ないからね。どうする。どっちもいいよ、どっちもいいよこれ。北斗からな。球速骨も欲しいんだよねマジで。これは悩むな。悩むけどポイント的にはこっちの方が多いね。監督評価ももう一回でも上げておくか。98か。俺はこっちにしよう。でポイントか。まあいいか。で4周なんでここも神楽坂くん。ここは全然光ってない。まあこれはコツもあるし。妹のバレンタインってどれくらい回復するんだっけ。おーおーよい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 よ。これはこれはこれはやりたいけど、やりたいけど動画がお釈迦になるからな。動画がお釈迦になるから普通にしよう。動画とか撮ってなかったら攻めるけど、ちょっと収録中なんでここまで来てこれをねお釈迦にはしたくないっす。どっちも光ってないけどダブルタックみたいな。これだからどっちも光ってればもっとポイント入ったってことでしょ。あ、これは勝負していこう。快速ストレートとか。そうか、そうすると第2球種も覚えていきたいね。高速スライダー。パームってね変化量はすごいけど持ち始めもね早いんでね。あ、パームだなっていうのがすぐ分かる、まあ、すぐ分かったところで打てないんだけどね。ふよふよふよっていう感じで落っこってくるんで。なんでパームって覚えるのにポイントが少ないんだろう。
簡単に投げられるのかな、フォークと違って。あと牙骨は勝負するかどうかなんだよな。まあ練習をしていきましょう。ここは、まあ、こっちでいいかね、普通に。もうちょっとねコツを掴んでおきたいんだけど、あんまり号令をかける必要がないな。北斗伸び伸びもな、やっぱりでも5で掴みたいからな。どっちでもいい、球速ありがとうございます。もう一回いけますね、っていうかすごいね、立川と神楽坂ってほんと強いよな。勝負だ。もうこれは立川から逃げ玉をもらったんで本塁打現金が欲しいね、どっちかっていうと。本塁打現金とそのドクター K になる境目がよくわからない。三振とか取りまくるとドクター K になるのかな。まあ、こっちはね勝負がね星井くんっていうところもいいよね。まあ、牙に比べると多分スバルの方が弱いよね。見守りましょう。でこれを3で掴めればめちゃでかいけど、少しか。3月1周体力がなくてデートが進んでないからデートを進めていくか。逃げ玉はもう掴んじゃって大丈夫かな。対強打者も掴んで復活、やっぱりな3だともうちょっと軽くなるよね。センス丸っていうところがあるからいいんだけど、デートしていこう。そう1回目だよね。この体力回復量はどうだ。監督に相談するか。ちょっと監督の評価を聞いていこう。あーこれねこれねこれも回復に行くか。あんまりね回復ばっかりするとデートが進まなくなるけど、どうしようかな。コツ、おー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 、いいねいいねいいね。3名いらっしゃる。144か、すごいね。技術精神と、よし。本塁打現金が欲しいけど、狙ってはねちょっと取れないからね投手の場合は。おお打たれた、パーム、危ない。対人戦にね強い変化球とコンピューター戦はまた別だからね。ダークネビュラとかって結構コンピューター戦打たれますよね。おおそもそも勝たないと話にならないかな。もう全球パームでいこう。どうこれはどうなの。本塁打現金がいいんだけど、おおやったー、本塁打現金だ。理由は分からんけど、あーこれどうしようかな。メンタルで回復しつつポイントを稼ぐか。今結構いろんな人が光ったね。隠し玉とかね、隠し玉ってさずっと隠してたらどうなの。 あいつ隠し玉やってんなってバレてさ。これはじゃあ応援するか。
牽制で、これもダメーっと。いやー、ポイントが入るね。そして特に誰もいないから、これは、号令をかけましょう。おうっていうのコツだけか。まあいいや。騎馬か神楽坂くんかって言ったら神楽坂くんだね。でスタミナに来てるんで、そうだな、スタミナは別にな。復活ど根性を取ると考えると、まあ、そこまで高くしなくてもいいけど、C 止まりにして、あとは練習で上げていこう。1しか上がらん。コツ、玉持ち。よし、時間は50分だった。だいたい授業って50分だよねまるまるテストやんのか。いっぱいいるいろんなところにいる。コントロールだな、これはコントロールだな。確かにオーバーヒートが重なればめちゃくちゃ増えるね。だからこれ練習5人くらい来て全員オーバーヒートしてたら違うってことでしょ、ポイントが。さらにどうよ。 OK、 とりあえず骸骨がないんだけど、どうしようかな。これはちょっと体力を回復させるためにデートをしよう。で2回目でしょ。ちょっと詰まってきてる感じがするね。最初のカラデート2回がな、やっぱり厳しかったな。この友達もすっげえ薄情だよねもうこれだけで発想とか言ってくんだから、すーげえ気が付いたなで、ここはまあこれでいいでしょ。一応コツを見て、神楽坂神楽坂のコツ欲しい玉持ちをとりあえず取って、玉持ちを取ったってことは、あとだってもう奪三振か切れだけじゃない。あ、打たれ強さか、打たれ強さか、何にもないよね、何にもない。いや、どうする、騎馬にするか、神楽坂くんのコツを狙いつつ敏将ポイントを取りに行くか。いや、このオーバーヒートはでもでかいよな。こっちだな。これで伸びも5になったでしょ。マジ腹減った、ありがとう。あ、やる気は上がんないんだで、コントロールいいね。伸びはもう掴み終わったから、あとは急速コツがもう一回来てくれれば急速をどんどん上げていけるんだけど。よし、ありがとう。北斗くんはそうだね、体力か結構減ってくね。怪我しにくさとかも手に入るんだ。これはおごってあげましょう。体力を回復して、テキサス製の当たりよくわからん。待って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 、まあ、メンタルはいいんだけどマジでデートが進まんな。一応そうか、こういうところも見ておくのも必要か。まあ2人以上いないとねダメだけどね。オーバーヒートは、例えばこれで神楽坂くんがオーバーヒートしてたらそれなりにポイントが増えるっていうことか。だからタック以外のチェックも必要ってことなんだな。タックがなかったとしても全員オーバーヒートしてれば、これは任せよう。タックくらいポイントがもらえる可能性もあるからね。ちょっと技術があれだね。で精神か、まあ、球速もちょっと上げていくか。145とかにはいかないよね。あ、いくか、145にしておこう。で変化球は3球種目を取りますか。サークルチェンジか、緩急をつけていく。サークルチェンジ、サ
クエルチェンジとかなんか俺からすると1とかでいいんだよな。シンカーにしようかな。高速シンカーにしよう。高速系をちょっと取ってって下がパームだけど、よし、じゃあ試合に行きますか。まあ3九種444とかだったら、まあ、神楽坂くん立川でなんとかいけそうですね。それを考えるとやっぱり強いよな。監督の評価が下がるからね、まあ、別にもういいんだけど、まあここら辺はどんどん卓球をやっていきましょう。これもやるでいいんでしょ。喋れないほどやってんのか。よし、かなり掴んだ。で、これはどうしようかね。枯れ締め当ててもよくないってやると評価下がったりするんだっけ。これなんか変化球ポイント10くらいもらえるんだよね。で、まあ来てるは来てる、来てるは来てるけど逆にあれなんで、デートしよう。これが3回目、で4回目と5回目が体力回復しないんで、まあそこは特にやることがなかったらデートをしていきましょう。でタックも来てるので、あこれね、あでも2人だとこんなもんか、2人だとこんなもん。全然オーバーヒートしてねえなこいつら。まあとりあえずタックを組んでおきますか。あれで3人いた時にタックなしでどれだけ経験点があるかっていうのもちょっと知りたいね。6月に入ってメンタルにコツがあるっていうのもいいよね。コツは今どういう状況なんだっけ。伸びはもう取っとこう。でタイピン、キレはやっぱりな、ちょっと直撮りはきついよな。ど根性も取っとこう。本塁打現金も取れるときに取っておこう。残しておくとね、いざ最後のポイント調整でやべえ取れねえみたいなことが起こりえるからね。そうすると脱三振とキレなんだよな。神楽坂くんがな、もうちょっとこうコツをうまくくれてたらよかったんだけど、クロスファイヤーゲット。でコツか、これはちょっと見よう。立川はまあ打たれ強さがあって、それを神楽坂くんのやつでカバーできるけど精神が全然足りん。練習、タックが来てるね。変化球、立川1人かどうしようかな。ちょっと今はコツが欲しくてデートも進めたいから、ちょっとワンタックは無視してデートをしよう。で次にコツとかが来てくれれば。お前さ、お前マジかよ。カラオケでも行く、やる気減ってるし。よし、これでみんなに火がついて、これはちょっと精神を稼いでおこう。でこれは号令だな。で号令でもろくなもんがなかったらお出かけしよう。球速オーバーヒートめっちゃしてるね。神楽坂くんダブルタックか。ただダブルタック、変化球、どっちにするよこれ。まあこっちかな。ギバイモを取ってさ、ただあと2回デートしないといけないんだよね。いやこれはもうちょっとお出かけだな。もう号令は月1回しかできないんで、できないわけじゃないけど、7月のちょっと号令はまだ取っておきましょう。でここも負けるとなんかすげえショックなんで、普通に行きましょう。
あとはちょっとね、試合をね頑張っていかないといけないんで、まあ、ピンちゃんがね一番安全なんだけど、で波動はね打撃が多分弱いんで、サクッとは結構怖いんですよね。まあただちゃっかり全員操作で点を取っていけばいいかな。ポイントは取っておきますか。まだ最悪ドクター系と脅威の切れ味が直取りになる可能性があるんで。お待たせいたしました。2番大貫くん、ミート F パワーイ走力があるね。入ってきたのか。金原がね、まあ、ちょっとパワーが少ないっていうのがあれなんだよね。確かにねミートは S あるんでいいんですけど、どっちかっていうとパワーがあった方がいいよねやっぱり。で水鳥もねパワーが D だからね、そこがやっぱり波動の厳しいところだよな。ザッツが災害っていうのかな。これは入ってくるね。1点になれ。よし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 。かもセーフしすぎ、言い出したよね。あ抜けた。ゲッツーになるかなと思ったけど、で奥山くんミートが G だ、パワーが B あるけど G はさすがにちょっと厳しいよ。今西くん、まあ、俺なんだけどさであんまり点を入れすぎるとコールドになっちゃうから。最後何5点取られたの誰。自責点5だったって言い出したらさぶっ飛ばすよこいつ。自責点5だったってふざけんな。なんなので、ちょっと待って、これは待ってよ。まあ、神楽坂くんは相変わらず光らん。で曽根くんが光ってない。デートかな。これはちょっとどうする。2周でしょ、3周4周があるとはいえな。でもな、体力はマックスにしておくか。こっち精神足りないもんね。これはここはメンタルをやって次デートだな。よしよしよし、ありがとう。で一応見るか。一応見る。まあ1人オーバーヒートはねダブルタックが来てるね。いやダブルタック来てるけど、最後にねデートを残すのはねほんと危険なんだよ。特に今回の騎馬妹はマジ危険。よし、あとは神楽坂くんマジでせめて奪三振かキレどっちか欲しい。っていうかキレコツくれないと敏捷ポイントが足りないわ守備練しないと。どんだけ必要なんだっけ。直取りしようとすると11か。2回必要だね。牽制はもう無理だ。あ違う違う、19か3回必要。7とかだよね確か敏捷ポイント。いやこれマジ切れコツもらわないと無理だ。神楽坂くんのコツが来たら最悪ドクター K は直取りして切れに回すか。第1打席はショートフライに倒れています。危ない球、対戦三角だからな。外角低め、直球は外れてボール、カウンター2ボール1ストライクです。ちょっと待って、スタートライブしかも三振かよ。うわー井上三振、ギリギリのところに決まった。おこれいく。よしよしよし、 OKOKOK、OK OK OK、まずは勝つ。今西くん頑張れ。ノーアウトランナー二塁という場面で今西、マジこいつ炎上好きだな今西くん。打ちましたピッチャー返し、アウト。まあ、とりあえず進塁して最悪犠牲フライでも点にはなるからね。投げた、ちょっと変化球が続くね。スタードライブはもうマジで打てないかな。無理、これは浅いか。やっぱ浅いよね。 F だからな。初球はストライク、まずは見送りました。さあ次の投球、これはどうよ。よしよしよし、
さあ、ダメ押しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面でサイカ。サイカか、やっぱりこいつは投げました。ボール、カウント、ワンボール、ワンストライク。投球はこれから3球目。痛烈な当たり、取りました。これ波動優勝。でもなんだかんだでさ、被安打11なんだ。だいぶ打たれてるね。いや、あとはもうあれだな、こんな時に喧嘩するんじゃねえよ。甲子園出場が決まってさ、なんで喧嘩すんの。あ、神楽坂くんいる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 。ちょっと待って、これどうする。打たれ強さ、仮に直撮りしたとして、でここから奪三振を取ったとして、どんくらい減るのこれ。切れ骨3だと精神がマジでなんなくなるな。神楽坂がそうそう、どこにいるんだっけ。スタミナか、スタミナか。いや、打たれ強さは、打たれ強さがちょっと重いんだよな。打たれ強さ持ってるよね、だって普通に打たれ強さ持ってるんだよ。いや、でもここでな、奪三振はもう取っちゃおう。これちょっと重いけどしょうがない。でどうするかだよな。打たれ強さ67の90か。それはきついよ、両方きついよ。で3回練習できるかって言ったら甲子園で、それは無理だな。7でしょ。いや、これでキレに来てくれることを祈るしかない。頼む。キレッ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 、きた。よしよしよし、これはちょっと奪三振を直撮りした価値があったな。で、なんだかんだで精神はまだきついから、カオルちゃんと練習をするか。で、でも12 でも12か。2回練習する必要があるのか。6しか入んないんだっけ。うん、練習しよう。これはしょうがないよね。いやー、敏捷ポイントだから入るキャラクターっていうのがいた方がいいんだね。キバ切ってもよかったな。今さらだけど。いや、もう別にいいんだけどね、快速ストレート取れたからさ。せめてもの快速ストレート。だからここで牙を切っていたら敏捷ポイントが手に入ったから、何にもねえな。波動先制のチャンスを迎えました。キレで困ることもなかったんだよ。玉城、今日は三振とセカンドライナー打ちました。これはどう超えるか。よし、これはヒットになります。ついに均衡が破れました。1対0。ここから投げました。打った初球打ち、オッケーオッケーオッケー。点をとにかく入れる。さらに点追加、2対0。パワー B、スライダーボール、バッターよく見ました。さあ次の投球、パワー B を見ろ。キレのある普通に空振りだったし。第3球、パワー B を見ろ。レフトバック、弾道低い、見てたかな。さらに1点追加、3対0。馬主の力を見ろ。初球から打ってた。しょぼ。見ました、ツーアウトランナー2塁に。あれ結構ジャストミートしたんだけどな、今の。やべ、今日はここまで。初球打ち、やべくんだな、チャンスがな。よし、完封で抑えたぞ。で次守備連が、これ怪我率何パーセントかだよな。 0% そうか、オーバーヒートがいるからさ、もらえるのかポイントは。これさ、だって次負けたらさ足んないもんね。いや、やろう。最後は精神になるかな。カオルちゃんが来てくれればありがたいんだけど。変化球はどうしようかな。驚異の切れ味取っちゃおう。取れるときに取る、やっぱりこれだな。あとドクター K ももう取れるときに取っちゃおう。金徳はまあこれで抑えた。
あとは調整っていう感じかね。第2変化球じゃなくて第2ストレート欲しいよね。そうするとツーシームが欲しいね。やっぱり快速ストレートだから技術がちょっと足りなくなってきてるかな。球速150まで持ってきたいな。スタミナは B あたりまで持っていけるね。そうするとあとここを負けないっていうのもね、一つ条件だからね。やっぱり、せめてね、優勝とは言わないけどさ、決勝までは行きたいよね。水鳥がな、 CC だったらいいんだけど、まあ D でも持ってけなくはないと。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で杉ハトム候補さ、だからチームメイト的に言うほどこう強くはないよね。キャペゲッツ、そして1点取られたか。追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で、ウエストしてきた。今日はピッチャーライナーとショートフライ投げた。もうこういう高めのねストレートを狙い打ちにしたいんだけど、いやーミートがちょっと小さいわ。とりあえず1点。矢部くん、矢部くんの能力が絶妙だよね。チャンス三角を持ってるっていうところが、能力的にはさ、ミート D、パワー C、走力 B っていうのでさ、結構打ちやすいキャラだとは思うんだけど、そこにねチャンス三角をつけてくるっていう。センターへ持っていった。やべ、ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。もう完全なボールだな。で初めてのヒットか。この満塁はな、なんとかものにしたいからヒット開いてこう。もうこれは完全なボールだな。ちょっと古典的なヒットでもいいから投げました。ほい、インコースに引っ張った。切れていきます。ファール、投げました。これは入ってくる。よしよしよし、1点。で金原はもう第9狙ってこう。おお、入れてくるか。第2球、あーこれはいいか。力配分使われてるし、完全に外れた。ボール、カウントは1ボール2ストライクです。投げました。ボール、カウント2ボール2ストライクです。あれ、ゼニガスって根性とかないんだっけ。進化、根性とかついてそうな気がするけど、ボールカウント3ボール、性格的に。ランナー一斉にスタートします。おお、外れてフォアボール、押し出し。パピオン、バッターは4番水鳥。そして水鳥、今日はホームランを打っています。今日の水鳥くんは大活躍だったからな。さあ次の投球、2球目スライダー、少し迷ったか。第3球を投げた。超えるか、超えないか。まあでもこれだけの点を取れれば大丈夫でしょう。一回炎上したっきり、まあ安定した投げを見せてますねこいつは。最後カオルちゃんいない、一応見るか。うん、さて虹谷か。天空中央とかさ、これどうしようかな。まあいいや、打ってこう。出てもさ、北摂高校とかが出てないからね。150は欲しいね、やっぱり球速。技術がすっからかんになったけど。で、スタミナはじゃあ B にしておこうか。まああとはね、精神が余ってるけど、精神はなんだかんだでね、その根性とか投手とか掴もうとすると精神を消耗するからね。さて水鳥で虹谷からホームランを打てるか。第1打席はレフトフライに倒れています。投げた、見送ってストライク。際どい、変化球にキレがあります。投球は3球目、投げた。これはボール、2ボール1ストライクです。第4球を投げた、打った。これはでもセンターへ上がった。フライか。1点取られてしまった。同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で、やべ、今日はライトフライト。高めの超際どいフォークを投げてくる。投げました。カーブ見送ったストライク。カーブもなぁ、追い込まれました。打ちづらいからなぁ。これはもう無理。1つ外してボール、カウント1ボール2ストライク。さあ4球目、見送ってボール、カウントは2ボール2ストライク。ストレートの失投とかね、第5球投げました。残念だよね。ボール、カウントは3ボール2ストライク。さあ6球目、あーフォークかー、落としてきたー。得点、さすが虹谷だ。
さあ同点のチャンスを迎えました。柿沼くん絶好調。柿沼だし違ったチームメイトの名前など知らん。肩越しにランナー見た。ひどいよね。チームメイトの名前間違えるとムード罰だよね。ボール、慎重に攻めてきます。投球これから2球目。アウトコース高め、ボール、外に出るスライダー。バッターよく見ました。カウントは2ボール、ノーストライクです。これは入ってくる。打ちました。いい当たり。ダメか。おーっと、こぼしたけど打てない。虹谷、まあでもなんとか1失点に抑えてくれたから36か。それでも何がいけなかった。いや分からん何がいけないんだか全く分からん。スカウトさんは何回終わった？ 2,3 回終えたよね。まあこれはもう普通に先発ですね。あれ、騎馬妹って何くれんだっけ。なんかくれたよね。洋書とかだっけなんか忘れちゃったな。洋書だよね。あとはポイントでどこまで上げられるか。まあ一応ね、千丸は千丸だったからね。で経験点的にはまあ6600か。まあ確かにね、強化されてるとはいえ通常の状態がね、そこまで経験点が伸びる方向じゃないんで、まあ暁くらいいきますよっていうのが一つの目安ですかね。で、タイピンはじゃあ抑えておく。2位を抑えるとちょっと技術がきつくなるか。筋力があるんだよね。ジャイロボールとかなんとなく。あ、黒パイはまだ取ってなかった。で要所もせっかくだからもらっておくでしょ。あとは球速を1個上げられんね。球速1個上げよう。でそこから11か。球速上げるとスタミナが A にいかないんだな。ただ球速ってやっぱ欲しいよな。スタミナは B でいいのか。打たれ強さもちょっと1個取っておくっていうか、根性を取っておくか。投手169だからね。そうするといや悩むな。いや待って、やっぱり球速を外すか。でスタミナを A に持っていくか。でそこからこれ、あータイピンか。タイピン20丸にできるのか。それもいいな。結構悩むね。タイピンを20丸にして、あともうこの数値だと取れないからちょいちょいちょいと振っていきますか。中継ぎ適正丸とかにしとくせっかく。いやでもこれ中継ぎで出さないよな あんまり余計なことをせず、まあ S5、まあ、1000丸だったからね。本当はねもうちょっと伸ばしたいなっていうのはあるんですけれども、まあ波動強化多分、まあ、普通にねスタンダードにできる高校で暁大付属くらいの経験点が出るかなというところですね。で暁大付属はやっぱりあの打倒をね持っていかなきゃいけないっていうところがちょっと面倒ですけれども、波動高校はねもう本当に、スタンダードな高校なんで、まあ、結構早めに終わるしやりやすいかなと、思います。まあ、あとはねどれだけオーバーヒートがたまるかっていうところに、かかってきますかね。という感じで、波動高校の強化でした。まあ、またねあの強化期間中は何回かやっていきたいと思いますので、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。